どうも皆さんこんにちは。今日は2022年5月の18日の水曜日ですね。今日は天気は晴れでございますね。朝から晴れておりまして、気温も25度とかですね、26度ぐらいまでちょっと上がっているような感じでございますね。今週は結構名古屋も晴れておりまして、夏日の、ね、可能性も十分あるということで、ね、熱中症に注意ということで、ね、テレビでいろいろ喋っておりましたので、ね、今週は、ね、非常に気温の高くなる、ね、日が続くということでね、いよいよ、まだね、梅雨も入っておりませんが、梅雨前の中休みというか一休みというか、ね、そんな感じでございましょうかね。さあ今南紀1号が3両編成ですね。今日はですね、南紀号はオール3両編成という形になりますね。オール3両編成ですね。南紀号はオール3両編成、左号を、ね、引き上げ線の方へ行っております。そこを目の前はですね、まあ、EF510 の16番台の貨物列車ですね。これがちょっと横向くような形でございますね。まあ、貨物といってもね、コンテナですね。こちらね、コンテナがおりますね。まあ、名古屋はまだ北とかね、あの辺もまだいるような感じですけど、貨物結構ね、頻繁に通っておりますね。さあ、飛騨5号ですね。飛騨5号、飛騨古川駅。まあ、飛騨号について本日もね、ちょっと造形ではございませんので、ね、基本編成でございます。はい、そんな感じでございましょうかね。やっぱ平日ですからね、特にね、飛騨号基本が長いので、増結するのもどう、ね、必要がないのかなっていうところもありますけれども、で、信濃号については、信濃9号が8両編成だけですね。あとは全て6両の F 編成ですね。そんな感じでございます。特にね、目新しいことがないような感じですね。まあね、平日でね、そんなにね、イベントがあったらね、またすごいね、一つ。この飛騨5号についてはね、団体さんがね、2、3団体乗っておりましたので、結構ね、同社が乗車率が高かった感じがしております。さあ、またね、昨日と同様ですね、飛騨2号と南紀3号がね、ちょっと並ぶというような感じでね、ごめんなさい、南紀2号と飛騨5号がね、並ぶというようなね、そういう構図が出来上がりましたね。まあ、なかなか飛騨の出発が遅れたりするとあるんですけれどもね、結構ね、まあ、まれにっていうことじゃないけどね、たくさんあったりします。さあ、動画はこれで終了でございまして、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、撮っていきますので、ご視聴ください。チャンネル登録まだの方していただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さようなら。